俺の今鬼は俺の妹なんです。俺が家を留守にしている時に襲われ、帰ったらみんな死んでいて、俺の妹を傷つける奴は柱だろうが何だろうが許さない。ああそうかい、好きにさせてもらうよ。じゃあこれ捨てといてやるから、ここでおとなしく助けを待つんだよ。じきに世界中の軍隊がこの島に攻めてくるだろう。きっと兄貴やライナーさんたちが助けに来る。もう最初は地上の連中のこと豚だと思ってた。話しても無駄だって。連中も俺たちのことを魚だと思ってたから愛子だけど、でも違ったんだ。ああ、俺たちと地上の友達みんなで力を合わせたんだ。インコこそ寝ないの？怖いもの知らずってわけじゃないよ。電圧チェック、油圧チェック、温度チェック、回転数ノーマ、エジェクションシート正常、 IFF 確認、戦術データリンクアクティベート。アンテイクの人たちは自殺者を選んで食べて。心は人間で体はグールって感じかな。あ、上手だね。お父さんか。あ、うん、早く一緒に暮らせるといいね。大丈夫か、怪我か、病気か、食あたりか、拾い食いするから。柏木さんから電話があって、椿が大変だって。はあ、騙された。柏木さんがいたずらするなんて。あの人も人の子だったんだ。驚くだろ、新垣の方からこんなこと言ってくるなんて。やっぱ師匠の言ってた通り、島での作戦がうまくいったのかな。師匠ももっと喜んでくれてもいいのに。あれ、あれ、どういうこと。愛、読めねえよ。恋すれば人生変わるって本で読んだんだ。この星印のとこに行きたいのか。国伝ってなんだろう、あの鳴神駅とは違うのかな。まあいいや、案内してやるよ。ありがとうございます。けどもう少しいろいろ考えてみたいんです。違う、こんなことしてる場合じゃない。スマホ取り返さないと。あの時僕がいなければ君は死んでたんだ。ああ、そのためにここに来たんだ。ルーラー、死なないでくれ。はあ、待ってる。俺にはある。まさかまた部活。やめてほしいんだよね、男でこととか。兄貴が明瞭じゃなくて本当よかった。同じ高校なら耐えらんない。雪平、雪平はどう見る。この選抜で必ず合宿初日のあの勝負のケリをつける。そして我が弟に。あふふふ、楽しみだな。あふふふ、楽しみだな。うーん、僕の見込み違いだったのかな。もうちょっと、もう一工夫あればな。でもまだまだこれじゃ最高の一枚のインスピレーションが降りてこないな。なんでなんで、これからもっと面白くなるところなのに攻撃当たってないよ。イヌピー、はっきり言いすぎ。